こんにちは、ローレンの菅井です。こんにちは、四季とタイプやってます磯田です。意外とでも2年半前とかかもしれない。あ、そうですよ。そこで初めましてっていう感じで、あの菅井さんのサロンに講習に行かせていただいたのが初めてって感じですね。第一印象はなんか結構スタッフさんとかはなんかすごい熱心にこう見てくれてたんですけど、菅井さん割とこうちょっとこうふざけてるというか、まあその場の空気を明るくさせようとすごいあのちょっとふざけてる人だなって。でもなんで俺、磯田さんもともとあの SNS で見てて、ダコタの時にあのそう撮影がうまくて、よくそのところまあ独立前だったんで業務委託にいた時に、磯田さんにメールしたことがあったんですよ。磯田さんおしゃれですねみたいな。全部フル無視されて、あの DM さえ返ってきます。もうフル無視で、多分ちょっと尖ってた時だったんで、そうそうそう、あの僕ダコタ時代ちょっとちょっと尖ってたんですよ。でもフル無視で永久にこうギャラが出るようになってから来てくれた。目つきがかかってで、ちょっと無料で教えるかと。あ、感じでしょうね、当時。いや、わかる。僕全然記憶ないんですけど、ヤンさんも東京でそれこそコンテストとか出てて、あ、そうか、そうね、もうすごいグイグイ来てて、はい、で僕も知ってて、でそれで DM いただいて行ったのが、それがあったのがそれが初めてでしたね。あの時ご飯とか行きましたっけ？そのまま帰りましたね。いや、もうそのまますぐ帰ったんですよ。さっぱりしてましたね。もうさっぱりセミナーして、ビジネスつけてか、ね、あのビジネスライクなビジネスとしてやっぱりちゃんともうすぐ帰ろうと思って。で僕その時にあのめちゃくちゃ扁桃腺がすげえ腫れてた。あ、そうだ。で僕すごい扁桃腺がすごい腫れやすくて、もうほんと唾も飲むのがめちゃくちゃ痛かったぐらいだったんですけど、すげえ声ちっちゃかったっすよ、セミナーの。キャンセルできなかったんですけど、その時のセミナーの時にいつも以上に会話が、うん、そうですね。もう本当の声が出せないというか、めちゃくちゃ来ちゃうんですね。うん、そうですね、可愛く褒めてやってる。もうこの裏声でやってたら、そしたらローレンのスタッフさんから DM で、磯田さんめちゃくちゃ優しい人だみたいな。で俺が騒ぐと聞こえないから、フェアリーボイスだから静かにして、なるべく近くに寄ってって言ったら、うん、そうだね、うん、体右のサイドねみたいな、ちゃんと聞いてみたいなね。まあ、まず僕とヤンヌさんが一番行きやすいところって考えたら、やっぱ間の都市で、まあ、静岡で、そのターミナルの都市で静岡っていうのと、あともう一人マネージャーの、まあ、和樹さんっていう人がいて、和樹さんがもともと静岡で今美容室をやられてる方だったので、まあ、僕らの中間地点とその和樹さんが静岡っていうところで、まあ、ちょうどいいっていうところで静岡、まあ、今いる東京と名古屋以外で考えてはいたので、僕的な印象だと結構 SNS でフォローしてるコンテストの出てる方とか結構静岡にいたりとか、なんかデザインとかそのクリエイティブとか結構東京と差がないって言ったらおかしいですけど、上手い人もすごいいるし、まあ、特にその東海地方の人とかってデザインがすごい尖ってるし、なんかそんな東京と名古屋とか静岡とか地方とかそういう差が今あんまないと思ってるんで、そういった意味ではそんな差はないのかなっていう感じはしますけど、まだまだこうこれからもっと盛り上がる可能性がある街なんじゃないかなっていう感じは思ってます、はい、名古屋でやっててもやっぱ静岡って近いんですけど、セミナーとか行ってもやっぱりすごい貪欲な方たちが多いんですけど、やっぱデザインとか集客とかブランディングとかその辺がやっぱりまだ悩まれてる方が多いイメージだったんで、まあ、うちらが作ることによって、まあ、ライバルにはなるんですけど、まあ、業界自体が盛り上がればいいかなと思ってたので、まあ、戦略というよりはなんかこう新しくそういうのを始めて、その土地に根付いたというか、その盛り上げれるような活動を2人でできていったらいいなというか、ホットペッパーの紙面に例えばロランドリーができるとすごいおしゃれなものができて、それがちょっと刺激になってくれたりとか、まあ、上からではないんですけど、なんかその本当にこうその土地自体が盛り上がるような取り組みをしていきたいなとは思ってますね。最初それこそこれも本当にコロナのきっかけで、それこそあの曽谷さんとは、まあ、本当1年前ぐらいから、まあ、なんか半分冗談半分本気みたいな感じで、まあ、なんか一緒になんか面白いことしたいですよねみたいな、逆にエリアが違うからこそお互い面白いことできるかもみたいな話をしてて、それこそコロナで結構それ自粛期間の時にものすごい考える期間があって、まあ、その時に結構いろんな経営者の方と連絡取ってたりとかしてたんですけども、まあ、今後結構
構その東京だったりとか名古屋だったりとかすごい人が密集するエリアって今まですごい憧れの場所だったりとかみんなそこを目指してた場所がちょっとリスクっていう風な感じになってきた時にネクストの動きしないといけないなってなってきた時にやっぱ東京とか、まあ、名古屋とかもう少しちょっと違うエリアを考えた時になんかそれこそ連絡取り合ってる仲間の中でやっぱ僕自身はやっぱ一番自分にないものを持ってるというか僕自身が学びたいところを菅谷さんが持ってたりとかするとこもあったので、まあ、一緒にやるなら菅谷さんかっていう感じで僕もその磯田さんはそうですね、自分のもうないものをたくさん持ってるんで、まあ、言われた時にもう全然やりますみたいな感じだったんですけど、まあ、お互い多分サロンを持ってるからこそこういうことができるのかなっていうか前も話したけどやっぱサロンで一生懸命やってきたものがあってそのなんかね波及するものが、ここでまたできればいいかなっていう感じだったんでやっぱりこうセンスとかそういうなんか発信力とかブランディングの作り方っていうのはやっぱ四季とか磯田さんの作り方すごい尊敬してるんで、まあ、そういうのを僕も吸収したいし一緒に何かできたらすごい面白いなと思ったのでなんかお互い耳になれるような関係だなとは思ったしあまりこうお互いお金に執着してないのでなんか楽しいことやろうよっていう部分でそこにお金の利益っていうことあんまり話にならないからそういうところが僕はすごくこうでスタッフをすごい愛してて人を大事にしてるからこそフリーランスっていう形を新たに提案するっていうのは、まあ、すごい理にかなってるやり方というかお金を稼ぐためのフリーランスではなくてな教育をしながらも新しい文化を作るっていう部分だと磯田さんしかいないかなとは僕は思ってたんで話いただいた時はすごくもう嬉しかったですね、はい、ありがとうございますヤンさんってプライベートとかが意外と謎なんですよ女の子関係とかプライベートって何あるんですかその仕事とプライベートの境目というか自分の中でオンとオフの切り替えとかでもなんかその経営者孤独の方がいいって僕話をしたじゃないですか、うん、経営者孤独理論そうですね一人でいてそういろんなことをこう敏感に感じたいというか誰かといると誰かの思考に寄っていくんですよ僕結構話してるとその人にこうああそうだなって思ってっちゃって自分 の, その本質的な思考がどんどんこう削ぎ落されていくっていうか眉がめちゃくちゃ出てきて昔はなんかそうあの美容師さんとはよく会って、はい、いろんな話聞いてああそうかそうかと思ってたんですけど一人になると自分との考えとかすごい向き合えるんで結構今プライベートは結構一人で多分来年の事業計画とかどうしようかなっていうのをずっとこう妄想しているというか一人で温泉いたりとかしてそういう感じなんで友達がいないのかもしれないですね磯田さんってあんまりそういう経営の勉強会とか経営者ですけどそれあんまり行かないじゃないですかで結構そういう自分のセンスとか感性というかそういうのってどういうところでそう自分を養ってるのかなっていうその感性を一口に美容室の経営の専門文化ではない、まあ、大きく見て経営の勉強だったり分野だったりとかもしますし、まあ、そこにこう影響は受けたりとかするかもしれないんですけどなんかそこに当てはまらない部分があるというか、 なんか自分たちらしくっていうのをものすごく大事にしててすごい僕も去年1年間いろんな人に会うそれこそ興味を持ってくれて四季ってどんなところかなとかで磯田ご飯行こうよとか言ってもらっていろんな人と会っていろんなインプットしてきたんですけどもなんか結局そこで生まれたのがなんか違いしか生まれなかったんですよなんかもちろんその勉強になるなとかなんかすごい後輩なんでやっぱ聞くとこがメインだったんですけどそこで生まれたのがなんかちょっとした違和感というか先輩で成功してる人もいっぱいいるんですけどなんか成功の価値観がやっぱちょっと違ってて僕とかはやっぱ自分のスタッフだったりとか物差しがそっちに当てはまった時にあ確かにすごいなと思うけど毎回話せないんですよやっぱその先輩たちとすごい話す時に自分ってやっぱ一番年下だったりとかするんであんま話せないんですけど毎回ちょっと悔しいなと思って書いてたんですよ、うんでも毎回ちょっと違うなって思う部分があってあ自分たちはやっぱこういう風にするだろうなとか自分たちそれが結果とかも出てなかったんですけどそれが自分たちらしさなのかなって逆に気づいてだから最近はもうインプットもある程度するんですけど逆にもうアウトプットの数を増やすというか大体その経営の勉強とかも僕も YouTube で調べたりとかするんですけど、まあ、言ってることない大体一緒っていうか最悪もう継続しろとか、まあ、そういったところにはなってくるんだけどだったら今の子たちがじゃあどうやったら継続できるのかなとか継続させれる環境にするにはどうするのかなっていう感じ大体物差しがもう自分たちに当てはまってくるんで
と今のニーズとか考えたりとか、まあ、今コロナのこと考えたりとかするようになってきた時に、なんかやっぱりこうもちろんインプットはするんですけども、それよりも今までの経営がうまくいったっていうロジックよりも、その経営の美学って今の時代に当てはまるかというとちょっと違ってたりとかするんで、今の子たちが求めてるリアルだったりとかを、例えば10年前とか出した本が売れてたりとかするのは確かに当てはまるところはあるかもしれないんですけど、やっぱどんどん変わっていくものだったりするんで、そのスタッフとかの感じだったりとか、うん、相方のリュウ君のテンションだったりとかで変わっていくので、インプットもするんですけど、そのなんかリアルな時代の流れとスタッフのリアルな感じと、今スタッフが影響を受けているものってこの時代のものから生まれてくる今の時代だから起きることとかを感じて、じゃあこれだよねっていう感じで考えてるので、今僕結構分けてて仕事内容、はい、磯さんはブランディング と、はい、発信だったり SNS、まあ、あと教育もそうですけど、で僕はどっちかというと内側のシステムの方ですね、経営のお金とか、まあ、部合の使い方とか、まあ、いろんなその細かい部分を僕は作るんですけど、だからお互いの仕事を尊重して、あんまそこに踏み込ますぎず、意見もやっぱりそっちが言ったことに対してどういいねっていう感じで受け入れていくと、まあ、よりこうランドリーらしさが出てくるのかなと思ってるんで、僕のビジョン的にはなんかお互いがお互いの得意分野をやったかあげくいいサロンができるっていうのは、なんか僕はやってみたいなっていうのはすごい思ってて、今までずっと僕一人でやってたので、磯田さんの力を借りてその二人でやった時にどういう波及ができるのかっていうのは、なんかお互いが得意分野の方でやればいいかなっていう感じなので、ですね、なんかそのランドリーって僕らが新しい形の美容室って訴えてるんですけども、僕らが今新しいサロン出した時に、まあ、フリーランスサロンってなった時、来た時に半分の方は多分クエスチョンだったりとか、なんでってなる人はすごい多いとは思うんですけども、まあ、それこそ僕とヤンヌさんで、まあ、新しい働き方っていうか、まあ、結構その時代も変化していくとともに、まあ、今の時代結構フリーランスの方たちの方が結構キラキラしてたりとかする部分も見えたりとか、もちろんその、まあ、会社に所属してすごい自由にやってる方も多いとは思うんですけども、結構メディアに露出してる方だったりとか、まあ、新しく仕掛けていく人ってフリーランスの方も多かったりする中で、今まで結構働き方がどん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 自由になっていく中で、フリーランス美容師っていうのって、まあ、結構いろんな賛否両論を生んでた働き方だと思うし、結局僕ら教育系サロンやってる身としては、フリーランス美容室ってノーという方も多いですし、まあ、イエスとする人も多いんですけど、僕個人的にはなんかこう美容師の新しい働き方の、形として、フリーランス美容室っていうのもすごい魅力的な部分があると思うんですよ。で、教育系サロンの魅力的な部分もあるし、正直メリットデメリットで言ったらどっちもどっちだと思うんですよ。フリーランスももちろんメリットもあるしデメリットもあるし、教育系サロンも繁栄だったりとか上が詰まってるとかなかったら、いる限り、まあ、将来安定とは言えなくなってるじゃないですか。教育系サロンいるっていうのは社会保険入って将来が見えるっていうのがいいとこだと思うんですけど、キャリアアップもできなかったりとか、別にお給料も上がらなかったりとか、じゃあどうするんだ、集客も自分任せになってるってなってくると、教育系サロンにいるけどデメリットしかないっていう感じになっちゃったりとかするんで、まあ、ここのメリットデメリットをなくした新しい形っていうのを、まあ、ヤンヌさんと新しく作ろうっていう形なので、ちょっと新しい挑戦なので、まあ、ちょっと楽しみではあるんですけど、これがゆくゆくベーシックになる可能性ものすごくあるなっていうふうに思ってるんで、やっぱり業務委託にいると、その、まあ、逆に未来がなくなるというか、チームでできないので、やっぱ一人ってかけても一人じゃないですか。成功してほしいっていうか、まあ、その成功って何をもって成功かっていうのはまた違うんですけども、まあ、幸せになってほしいっていうのはすごくあるんで、